間です。今回は収録でお届けしますが気合は十分です。放送日には、私秋もですね東京でしっかりリスナーしたいと思います。この番組は東京と沖縄県宜野湾市でビューティースクールを運営しておりますビコンシャスグループ秋トータルビューティースクール、私秋が月に1回の生放送と収録を再放送を含めて毎週月曜日夜8時にお届けいたします。お楽しみに。では番組の、ご紹介ですね。番組前半のコーナーはリンクリンクリンク、美容に関係するお話ばかりではなく日常の出来事や、お得情報、そして、本土の生徒さんや、お客様にも沖縄の情報をお届けできたらいいなと思っております。リンク、つまりつながっていくことをテーマに生徒さんやお客様など美婚説に関わるいろんな方をゲストにお迎えした、して、ご紹介してまいります。それからですね番組後半には、毎回東京と電話をつないで、美容師免許取得や美容について、特には全く関係ないお話を楽しく発信していくヒロ先生の NA4DASH のコーナーがあります。毎回多分ほとんど関係ないお話をお届けしたいと思います。最後までお楽しみください。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginoman.com、797@fmginoman.com、また FM ギノマンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノマンのホームページから見ることもできますので、そちらの方もお楽しみください。ツイッターも連動しておりますのでたくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。それからですね秋トータルビューティースクールのホームページからも FM 技能案にリンクしておりますので合わせてご利用くださいね。はい、秋スクールで検索していただきますと、出てきます。それではここで1曲お届けいたします。ママママッピマッピ、私の魔法の夏姫スマイルで、ハハハハッピハッピ、あなたに素敵な笑顔をあげましょう。しちゃったの、そんな日もあるわ。だけどね、そんな時こそただで起きちゃダメダメダメ。クールなセピロとかこじゃれたネクタイがクタクタになって帰ってくる。そんなあなたが何よりも輝いてる。マッピマッピ、あなたのオリジナルのそのハッピーハッピー、自分を信じてさあ。
ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ピレイコ通りからこんにちは。ピピ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 ピナックルナイサでほら行こう。キノワンワンキノワンワン、うん、FM キノワン。秋トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。リンクリンクリンク、はい、パチ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 はい、このコーナーはリンクつながるをテーマにですね、ビコンシャスに関わるさまざま、さまざまな方をゲストにお迎えしたり、沖縄から、東京へ、東京から沖縄へ、日常生活のいろんな出来事を発信リンクしていきたいと思います。今ちょっと東京って言ってしまいましたけど、これ近畿地方だったりとか九州地方だったりとか、日本全国という意味ですね。で、今日のリンクリンクリンクはゲストをお迎えしております。秋トータルビューティースクール生徒さんの大島直美さんで、あ、大島直美さんです。よろしくお願いします。パチ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 、すいません、大事なところで名前を間違えてしまいました。本当ですね。はい、大島直美さんです。大島です。はい、直美さんには収録放送分2回ゲスト出演していただきます。今日が1回目になりますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナムさん、今日はどうもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、自己紹介をお願いいたします。こんばんは、秋トータルスクールの大城直美です。はい、本日はよろしくお願いします。以上ですか。以上です。なんかもうちょっとないですか。なんかまあ、どこ住みとかだとね、あのストーカーとかにやってしまうと困るので、なんか普段こんなしてますとか、趣味はこうです、姉妹のように、はい、趣味はこんなですとかないですか。趣味はですね、はい、今はスクールのことで頭がいっぱいで、ですかね、本当なんです。あの、直美さんとはもうずいぶん長くお付き合いさせていただいておりますが、最初はまつげエクステのレッスンを申し込みいただいたと記憶しておりますが、はい、はい、まつげを受講して、ね、まつげで、はい、あのサロンをやりたいなと思ったんですけど、はい、まつげを受講していくうちに私には無理だって思い始めて先生と会話してるうちにフェイシャルとか、先生一番ボディ進めてたんですけど、はい、私ボディ範囲が広いので嫌だってことで、はい、拒んでて、はい、でもトータル的にボディが今は好きですね。よかったですね。ま、本当にネイルにフェイシャルボディと、本当にね、もう秋トータルビューティーですが、もうトータル的にですね受講していただいておりまして、現在はインストラクターコースを受講していただいておりますが、はい、どうですか、もう何が一番というか、まあ、ボディが一番っておっしゃってましたけど、どんなところがボディの楽しいですか。範囲が広いから嫌だなと思ったんですけど、はい、お客さんとボディタッチする範囲も広いので、なんかその面は楽しいかな、はい、細く、あの足とかフットとかやってるうちに、はい、細くなったりとか、はい、そういうの見てたらなんか やってるなっていう、やってるなって感じですね。なるほどですね。やっぱお客様のご要望として、あのボディが一番多いですか。フェイシャルが多いんですけど、はい、ボディはやっぱり気持ちいいって言いますね。なんかアロマを垂らしたりとかやったら、はい、なんか香り嗅いでなんか爆睡するお客さんとかいます。癒しですね。癒しで。じゃあ、あのお顔とボディと両方やられるお客様の方が多いんです。はい、なるほどですね。フェイシャルはどうですか。どんなコースが多いです。あの、例えば美白とか小顔とか。小顔が多いですね。小顔。どう年齢的にはどのぐらいのお客様だと思いますか。40代が多いんですけど、最高年齢、私たちよりずっと年上ですね。そうなんです。
お姉さまで72歳もいますね。そうです。じゃあ結構年齢層は広いです、ね、広いです。あ、なるほどです。今どちらの方で直美さんは。前は宜野湾市でやってたんですけども、はい、7月から浦添に引っ越してきて、はい、7月で浦添牧港の方でサロンオープンします、はい。もうあれですね、 FM 宜野湾の範囲ですね、あの守備範囲ですね。そうなんです。しっかり宣伝してください。よろしくお願いします。はい、はい。それとですね、沖縄で初のアイリストのための美容師免許取得セミナーの第1回目っていうのを開催しましたね。でその時にはたくさんの生徒さんの前で生徒代表としてお話をいただきました。秋トータルビューティースクールのクラス員的存在に今なっていただいていると思いますけれども、どうでしょう、なんかその時のことをこう振り返ってみてですね、まあ、ああいう試みってあの、まあ、若いというか美容学校生の学生さんなんかとかだとね、あのああいう催しってあると思うんですけど、まあ、沖縄県内だけではなくね、あの全国含めてああいったいろんな年齢層の方にああいったセミナーって初めての試みだったんですね。まあ、もちろんうちのスクールだけじゃなくて、はい、あのそういうことってなかったと思うんですけれども、ちょっと振り返ってみてどうでしょう。でも若い子が多かったですよね。多かったですね。ちょっと年齢いった方っていうか40代の方が多いのかなと思ったんですけど、はい、20代の方がね結構多くて、はい、頭が真っ白なスピーチの時もそうでしたよね。はい、同じぐらいの年齢だったらなんか落ち着いて喋れるかなと思ったんですけど、ね、はい、だけどそういうのを毎回やった方がいいかなと思いますね。若い世代とかにもね、向けて沖縄にそういうのあんまりないと思うんですよ。はい、まあ、実はですねこの時には、まあ、アイリストさんが美容師免許が必要になっちゃったということで、どうしたらあの美容師免許を取得できるかっていうセミナーをあの国家試験担当 の, あのこの後のコーナーにもあるんですけど、ヒロ先生をお招きしてですね、まあ、講習会という感じをさせていただきました。まあ、いろんな年齢層の方来ていただいたんですけど、本当になんか若い世代もですね、あ、これだけ美容にやっぱり関心あるんだなって、まあ、特にまつげエクスって沖縄では人気のメニューですので、あのぜひねこの後もどんどんつなげていったらいいかなというふうに思ってます。うん、今後なべさんの夢とかあったらお聞かせいただけますか。今はねもうサロンをまだって綺麗にちゃんとオープンしてないんで、はい、年内でオープンをさせて、はい、先生のお手伝いもできたらなと思ってます。はい、本当はあともうちょっとで仕上がるってことですのでね。はい、私はですね、なおさんには秋トータルビューティースクール沖縄校のインストラクターとして多くのビューティシャンを一緒に育成してもらえたらいいなと、すごく嬉しいなと思っております。なおさんのボディマッサージはすごくですね気持ちがいいので、もう手もねすごく温かくてですね、あの気持ちがいいマッサージなので、もっとなおさんご自身も勉強していただきまして、はい、エステシャンとしても活躍していただきたいというふうに思っております。今後のこうボディの課題とかどうですか。あの今インストラクターコース受講していただいておりますけれども、普通の初級の時と比べてどうですか。全然違いますね、内容が。そうですね、ただ初級の時には、はい、あの順番を覚えるとか、はい、そういうので頭がいっぱいだったんですけど、はい、この内容今どこに、はい、ね、あの学科がちょっと、はい、あの解剖整理とかですね、うん、そうそうそう、もう医者になるのかなと思いました。多分ならないと思います多分それはあの来世に回していただいて一緒になるそうな勢いの勉強ですよね。そうですね、まあ、あの眠くなっちゃいそうですね、まあ、これをいかにあの起こすかと、起きてていただくかというのは私の課題ですのであの沖縄県の皆さんにね、私沖縄の皆さんだけとかじゃなくてね、沖縄ってやっぱ観光じゃないですか。もうこの綺麗な空、はい、ね、海、青い海ね、この観光に来た方とかにね、あの直美さんのサロンとかご利用いただいて、あ、沖縄行ったらあそこのサロンに行ったらいいよってね、もうこうルルブとかに乗っちゃうみたいなね、そういう風になっていただいたらいいななんて思ってますけど、夢は大きく頑張ります、はい、でこれから美容を学ぼうとしている方々にですね、アドバイスとぜひ秋トータルビューティースクールの宣伝をお願いいたします。あ、これは沖縄県だけではなくてですね、あの全国 の, あの生徒さんとかにも聞いていただいておりますので、はい、はい、ですね、先生のところがいい、先生のところいいところは、はい、褒めて褒めて、もうなんかもう本当にフレンドリーっ
って言葉だけじゃなくて家族みたいな感じにあとなってきますよね。ファミリー、ファミリーですね。本当になんか普通に喋れるっていうか、はい、質問も分かんないところも、もう先生何だったっけみたいな、はいはい、そういう感じで聞けるから、なんか他のスクールは行ったことないんで分かんないんですけど、はい、そういう面ではなんかいいのかなっていうか、夢も、はい、自分で、私だってまつげで始まったんですけど、はい、こういうのが合ってるんじゃないのとか、うん、いろいろ広がってきてるので、はい、本当に先生のところ行ってよかったなと思います。ありがとうございます。皆様も秋スクールよろしくお願いします。そう、よろしくお願いしてます。来年にはインストラクターとしてデビューをいただきますので、はい、はい、なめ先生お願いしますって、たくさん生徒さんをご指名いただくように、はい、頑張ります頑張っていただきたいと頑張ります、思います。はい、なおさん本日はどうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。来月もあります、はい、来月分もありますので、もう一回お付き合いいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本日のゲストは秋トータルビューティースクール生徒さんの大城直美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆらゆら繰り返されては、続きまして、ヒロ先生の NFO ダッシュのお時間です。本日はですね、収録ということで、今は東京の事務所で収録をしております。先生こんばんは。こんばんは。まずは自己紹介をお願いいたします。NFO ダッシュで国家試験対応の竹中です。ベビースターラーメンがソファに落ちてます私の責任ですね。そうですね、ベビースターラーメンですよね。大きくのやつじゃないですね。大きくじゃないね、きっと食べてないから分かんないけど、食べたら分かるんですか。いや分かんないですごいマニアですね。NFO ダッシュで国家試験の担当していただいてるということですけど、はい、NFO ダッシュって何でしょう。 NFO ダッシュは、普段ね、美容室で働いてない人でも、それじゃ語弊があるか、美容室に立ってない人でも、美容師メイクが取れるように指導していく特別なカリキュラムです。はい、魔法ですね。魔法ですね。魔法ですね。さすがですね。今回の、第33回の第2課題はオールウェーブでしたけれども、ね、はい、よくね、第2課題もう一つの、ワインディングの方は皆さんこうなんか馴染みがあるというか、素人さんとかでもね、これはパーマかけるんだなって分かると思うんですけど ね、うん、オールウェーブについてこれ何なんですかとか結構固まる方多いじゃないですかこれ何のためにやってるんですかとか、この辺オールウェーブとは何だろうかというのをちょっとご説明いただけますか。オールウェーブとは何かと言われると困るんですが、一言で言えば頭の形の理解と、あとはコームの使い方ですよね。頭は丸いけどコームって丸くないですからね、うんうんうん、それをやはり整体してうまく使っていかないと作品が出来上がらないところに難しさがあるんじゃないですかね、それを、その技術を身につけるために課題になってるんだよってことですよね、もう何十年もやってますもんね、あれ。どんなものかちょっとラジオだと説明しづらいですけどね、オリジナルの試験っていうのはもう本当に僕が試験受けた時だったあれだったからね、そのぐらい前からって、僕まだ27だけどそうなんですか。違った多分ちょっと違うような気がしなくもないです。20年以上前からやっぱりやってるし、その前も人の頭であれやってましたからね。人の頭ってすごいですね、血出るらしいですよ僕の先輩に聞いたことありますけどね人のやつ血出てごめんっていうらしいですよ。でもカットとかしてないですよね。カットはここ15年の話ですよね。やっぱりですかね、サロンとかで、そういう練習することとかなくなったから、学校でもカットをしなくちゃいけないとかそうなったんですか。
知らないよって感じですか。僕の人間じゃないからね。そうですね、うん、あの僕が決めたわけじゃないしって感じですね。でも僕が思うに美容師さんになったばっかの頃って昔はそのカットの彼女なんて、まあ、恐れたこと言えなかったんだよね、うんうん、でもハサミを持つ楽しみを学生のうちから覚えようっていうことであれは美容学校で採用になったんじゃないですかね。うん、まあ早くカットを習っておいた方がいいってことですかね。そうそうそう、いや美容師って楽しいなって思わせたいんじゃないですか。そうなんですか、うん、多分。いやでも楽しいですよね。楽しいですよ。楽しいですよね、うん、今なんか楽しくないみたいな言い方でしたっけ。楽しいですよね。いやだって僕がねそれこそ入りたての頃お弁当買ってこいとかそんなばっかでしょうからね最初の時代は。それは楽しいですね。それは楽しいですね。そればっかりやってもね面白くないからだんだん美容師さんも楽しみが増えてきましたよね。そうですね、うん、で美容師さんに限らずそういうなんかこう下積みがものすごい長くてね下積みしてる間におじさんになっちゃうみたいな、うん、なんでよ。80から始めないになるかもしれない。下積み3年ぐらいかかるからね美容師さんは。そうですね、うん、まあだからまあ職人の世界って3年から5年とか言いますからね、うんうん、でも、まあ、それを、まあ、先生が教えてくだされば半年ぐらいでプロになれちゃうでしょ。プロになるの？そう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 。半年ね。そう。それ無理だろ。半年でプロになるの？大丈夫ですよ。じゃあ平気かな。なんか思うんですけど、その全部ができなくてもいいじゃないですか。今例えば、うん、あのカラー専門のお店があったりとか、あのカット専門のお店があるじゃないですか。うんうんうん、だからその全部ができて一人前だっていう時代じゃないような気がするんですけどね。うん、まあもちろんそういうお店に就職希望なさってる方はそうかもしれないですけど、何かこう特殊性とかね、松江区とかだってそうでしょ、うん、だから松江区と何かセレクトできるとかっていうのがあってもいいんじゃないかなって思うんですけど。昔東京でヘッドスパ専門店流行ったよね。まあそうですね、うん、沖縄ないのかね、うん、はい、そろそろお時間ですので次の放送の時にはまあいろんな報告が、いやいや、良いですね。できるんじゃないかなっていう感じですね。はい。はい。それでは、ヒロ先生の NFO-のコーナーでした。また来週。はい。また来週。さて、あっという間の30分間でした。ビコンシャスパラダイスは月1回の生放送と月1回の収録を再放送を含めてお届け予定です。生放送の日程はビコンシャスのオフィシャルサイトでもご確認いただけます。ビコンシャス、美は美しい感じですね。コンシャスはカタカナで検索ください。プレゼントの情報もこちらの方に掲載されておりますのでチェックをしてください。お相手はアキでした。また来週お会いいたしましょう。さようなら。